はイケアに行ってきたので、その購入品を紹介したいと思います。合計が40,046円です。4万円って聞いたら結構買ったなって思うけど、でも何点あるんだ、58点だ。だから、まあ、単純計算したら1つ690円っていう感じなので、さすがイケアさんだなって思いました。こちらの動画でお話ししたように、4月から彼と同棲をし始めることに なりまして、使えそうだなって思った小物とか、あとはお買い物お母さんと行ったんですけど、お母さんが普通にこのお家で使いたくて買ったものもあるので、全部私のものっていうか半々ぐらいだと思います。では紹介していきたいと思います。何から紹介しよう。あ、葉っぱが取れた。葉っぱが取れたけど、なんかくっつきそう。どこだい、どこだい、どこだい、君はどこから来たんだい。ちょっと後で直します。場所が分かりませんので、はい、これはちょっと後ろに置いておきます。植物系ですこんな感じ。あとこんな感じと、こんな感じと、こんな感じ。この辺はちょっと量が多すぎるので全部一個一個紹介はしないんですけれども、IKEA の植物コーナーに、植物コーナーに行ったら多分全部あると思うので行ってみてください。商品名は紹介した順に全部概要欄に書いておきますので、気になるものがあった人は概要欄でぜひチェックしてください。 URL も貼っときます。キッチン系からいきます。これ洗った食器を置くマットですね。彼が今これの青色を使っていて、この色あるの知らなくて、私これ見てすごい可愛いなと思ったので、少しのタイミングで変えてもいいし、まあ、またまだもう少し青いのを使って買い時になったら変えていいかなと思って買っておきました。すごいこの色好き。そうだ、なんかね、これ常にあるやつなのか今期間限定なのかわかんないんだけど、お馬さんのデザインがすごいいっぱいあって、これ食器洗いのスポンジなんですけど、すごい可愛くない？これは私の新居用に一つと、お母さんがお馬さん大好きなんですよ、なので2つ買ってましたあとこのタッパーあったらいいかなと思って、結構大きい。なんか余り物とか入れて冷蔵庫に入れたいなと思って。電子レンジも OK だし、冷凍も OK だし、食洗機も OK。 ねえ、このマーク何？このマーク、これ何？あ、私こういう布巾いっぱい貯めたいなって思ってて、ほらこれとかすっごい可愛い。さっきのさ、緑色と合うんじゃない？これとこれ、あ、ほらバッチリバッチリバッチリ。あとこれも買ってる、かわいい。で、あとはお母さんがジップロックをいっぱい買ってました。これは一緒かな。 IKEA のジップロックってすごい人気だよね。あとこれ、色も柄もかわいい。あとは縦長のジップロックと、これは大間さんのやつですね、お母さんが大好きな。見えづらいか、ここでわかるひひひ。これが2個で、これをお揃いで買いましたキベラ。あとこれ私で、この小さい木のボール、本当はもっと小さい、これの二回りぐらい小さいのを探してるんですよ。調味料を量って置いとくやつなんだけど、一番小さいのがこれだったから、とりあえず買ってみました。あともっと大きめの、さっきのと比べるとこれぐらいの大きい木のボール。あ、かわいい、すでにかわいい。ちょっと待って、大間さんのジップロックもう一個買ってるんだけど、3個買ってる好きね。あと、しかも待って、しゃもじ、ここにお馬さんいる、見える？キッチン系はこんな感じです。袋系がすごい多くて、これは全部お母さんのです。これこんな大きさのバッグ、結構大きいですね。あとはこんなバッグと、そうだ、今 IKEA とマリメッコがコラボしてるんですよ。ただ私は今回のはあんまりドタイプではなかったので、バッグだけ買いました。これが2枚と、なんかサウナがテーマらしいですね。またバッグが2個。 IKEA のバッグね、すごい使えるんですよ。確かにこれでしょ。ちょっとバッグありすぎて分かりませんね、こんなのと、ちょっと小さめのやつ、あとこれねあとこれすごい大きいですよ。なんかタイヤとかも入るんじゃなかったっけな。ちょっと中身が透けるからね、何が入ってるか分かりやすくていいかも。あとは今この全部入れてる袋、2袋分それがありますけれども、これと、これすごい可愛いね、これね。これはさっき紹介したやつと同じやつかな。はい、袋は終わりです。もう全然私も何が何だか分かってません。
ね、これが出てきたんだけどさ、あ、これ覚えてる、そうだ、バスタオルなんですけど、これを手洗い用のブランケットにするっていうことで、すでに今もう1枚使ってて、すごい気に入ってる、2個買いました。あとは何系っていうの、収納か、収納でこんなのも買ったみたいです。多分洋服とか入れるんだと思って、私はこれを買いました。なんかこれはこんな感じの正方形の箱が3つ入ってるんだけど、こうやって折りたためていいし、なんか見本ではバスタオルをこうくるくるくるって丸めて、この中にスク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 ポンポンポンって入れてて、それがすごい可愛くてやりたいなと思って買ったの。でもまあ何入れてもいいかなと思って3つ入りを買った。これはフォトフレームです。雑貨ですね。カメラの電池は切れた。これはね、わかる？なんかここに、これちょっと私思ってたのと違う、ここにもガラスがあってっていう感じだと思ったらないみたいです。あー、なるほど、ちょっと思ってたのと違うけど使いたいと思いますあとはなんかレインコートを買ってた。レインコート着てるのなんか一回も見たことないけどね。あー、かわいい、これすごいかわいい。ネームタグ、後ろにね、名前とか書けるようになってるみたい。こうやってスーツケースとかにつけて、荷物とかにつければいいんだ。かわいい。あと、このじょうろ。IKEA行くたびにかわいいなって思ってたんだけど、新居に引っ越すといういいタイミングで、ついに買いました。これ持ってる人多そう。あと、最後は、カゴです。チコって、こういう形になるやつ。2サイズ、2個ずつ買いました。もちろん植物入れても可愛いんだけど、雑貨でも何でも可愛いかなと思うので買いました。私この匂いすごい好き、草原にいる感じ。はい、以上です。今お母さんのと私のとって分けたんですけど、半々ぐらいですね。ちょうど私の植物がちょっとかさばるけど、はい、ということで購入品紹介どうでしたでしょうか。いいものがあったら概要欄もチェックしてみてください。今日の動画も最後まで見てくださって本当にありがとうございました。よかったらインスタグラムとツイッター、そして TikTok のフォローをよろしくお願いします。アットマークマリーナ24です。ではまた次の動画でお会いしましょう。